ね、祖父が窒素の役員に就任していた時期と水俣病が発生したこととの関係がなくですね、刑法上の責任もないことに加えまして、皇太子様の雅子さんに対する強い気持ちを汲んで、去年の5月の初旬、第三者を通しまして大田家に雅子さんをお妃候補にしたいということを伝えていたわけですね、はい。その後何度か皇太子様と雅子様はお会いになって交際を深められて、今日のご婚約内定という結果に至ったと、このように話して、今あの映像はですね、大和田雅子さんの自宅の前からの中継の映像が出ております、はい。今日はこの後大和田さんは皇居に向かってここを出発するわけですね。そうですね、両親も含めましてですね、はい、皇居宮殿で天皇皇后両陛下や皇太子様に挨拶をすることになっています。今出てきたようです、はい。大和田久さん、母親の由美子さん、桜子さん、妹さんのお二人とね、クリーム色のお召し物ですね、これは。はい、今車に乗るところですが、山田さん、大和田さんの自宅前の様子どうでしょうか。はい、今雅子さんはご両親とともに宮内庁差し回しの車に乗りました。助手席には蘇我東宮侍従が乗っています。今車が出発しました。大和田雅子さん、クリーム色のワンピースの上にドレープのコート、そして共布の帽子に靴もクリーム色です。真珠のアクセサリーをつけていました。今自宅前は、見送りに出た妹の玲子さんと節子さんが家の中に入ったところです。大和田雅子さんとご両親を乗せた車、前後警備の車に挟まれて皇居宮殿へと向かいました。